どうも東京住人マシンです。今日はラーメン林田味の素スタジアム店にやってきました。説明しよう。大人気なラーメン屋ラーメン林田が今回味スタの近くにできるということで、撮影できませんかと問い合わせたところ、撮影許可がおりまして、12月1日のオープン日の前日に撮影させていただくことになったので、ある。個人的な話なんですけど、はい、私、はい、週4週5でラーメン食べるぐらい超ラーメンが大好きで、はい、インスタグラムとかもラーメンのツイートだらけっていうぐらいラーメンが好きなんですよ、はい、私ラーメン林田さん、はい、食べに行ったことしょっちゅうあるんですよ。おめちゃくちゃ美味しくて、朝食べても昼食べても夜食べても胃もたれしないし、すっごい美味しいラーメンなんですよ。力説しすぎてもう目が今日は、はい、ちょっとさっき聞いたところ、ラーメンも食べれるということなので、それもちょっと皆さんに見ていただけたらなと思います。じゃあ行ってみましょう、はい、レッツラーゴー。はい、ちょっとご挨拶がてらお渡ししたところ、目立つところに置いてありがとうございますメニュー紹介。今回いただくのはラーメン林田の定番メニュー、特製醤油ラーメン10食。伸びちゃうから早く食べてほしい。はい、ほら、なんか見てください、ツヤツヤなんですよ。あ、美味しそう、もうでもすでにですいい匂いしてんだよね。美味しい、美味しい、締めますね。はい、麺いきます。麺がね、普通の麺と違うんですよ。美味しそう、ちょっと、いいな。うまそう。これね、美味しい香りを伝えたいね、画面の向こうに。うまっ。うまいね。普通に黙々と食ってるだけになってる。具材も食べてみましょう。本当だ、長い。長い。長い。いただきます。はい。すごいみずみずしくって、はい、歯応えもあって美味しいです。うわ、これは美味しいやつ。食しましたー。はい。ラーメン林田、味の素スタジアム店さんの店長の日向さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。あー、すごい。すごい。このYouTube を見てる皆さんにメッセージお願いします。はい、本当場所もスタジアムのすぐそばですので、まあ、試合前とか試合後にぜひ食べに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。オープン初日の12月1日と12月2日は以下の商品がサービス価格となってます。ラーメンをこの料金で食べれるなんてお得すぎるだろう。皆さん行ってねー。